Hello, it's me, Shell! 皆さん、こんにちは。お元気ですか？今日は初のリモート撮影ということで、ゲストをご紹介したいと思います。ドゥルン！はい、どうも、サンドの飯より前浜大好き KD ちゃんのよけいです。よろしくお願いします。お願いします。KD さん、ありがとうございます。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今もう剣またぎができないんで、初めてです、リモート撮影は。そう、もう初めてで緊張するんですけど、なんかちょっと楽しいですねちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、今日何をするかっていうと、ディズニーが再開したら乗りたいアトラクショントップ5っていうのを私が当てていきたいと思います。いや、私のチャンネルでコミュニティ、 YouTube のコミュニティと Twitter で募集したところ、うん、相当な件数が来ているみたいで、ね、面白い結果になってますので、ぜひ当ててほしいです。そうですね、びっくりしました。協力してくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ディズニーランド5位、東京ディズニーシー5位って順番ずつに変えていきますので、ぜひ当ててもらえると嬉しいです。了解です。ちなみに、はい、ディズニーランドのアトラクション総数は37個、ディズニーシーが29個。わー、だいぶむずいな。どうですか、 KD さん的には。今回もう KD さんとヨッシーはもうランキング知ってるじゃないですか、全部。どうですか、なんかどんな感じですか？まあ妥当な順番だなっていうのもあるし、おー、ランキングに入ってきたかっていう、強い人気が感じるようなものがすごい、それも多いです。だから正直意外な結果ですね、今回のランドとシーの1位から10位は。そうなんだ。ってことはあれですね、はい、やっぱり普段人気のアトラクションのランキングっていうよりも、再開してから乗りたいアトラクションだから、きっとディズニーロスになってる皆さんが、もうディズニーを感じられるアトラクションに乗りたいってことですもんね、多分。いや、僕は何も。やだやだシエさん、当ててください。頑張って。よし、頑張ります。じゃあまずディズニーランドの5位を決めていきたいと思います。はい、なんか、いや、どうなんだろう、1位とか2位って多分当てられるんですよ。微妙な5位。微妙な5位、何が入りそうなんですか、シエルさん的には。ベスト5って言えば、ランドの中でベスト5といえば、まずもう夏を感じると思うので、スプラッシュ絶対入ってると思うんですよ。モンスターズインクもだいぶ人気だし、ファストパス一番になくなるイメージがあるんで。早いですね、ハニーハントと。そうですよね、モンスターズインクが。そう、あとハニーハントもだと思うし、ディズニーを感じられるってことでジャングルクルーズとかも入ってるんじゃないのかなって。夏に乗りたいですね、ジャングルクルーズ。確かに。そうですよね、しかもランキングが今回むずいし意外って言ってたから、あえてのジャングルクルーズとかカヌーとかももしかしたら入ってきそうな気もしなくもないな、みたいな。カヌーは夏人気ですよ、確かに。そうですよね、暑い時はカヌーとジャングルクルーズと、あとリバーテストとか。あ、リバーテスト、本当に。あ、リバーテストも入ってそうだね。ある程度これが人気だなっていうのは、自分の多分それぞれ人の頭の中でインプットがされてるものがあるけど、それ以外でちょっと漏れちゃったところが多分5位4位じゃないのかなっていうのは、みんなが好きなアトラクション 2,3 番目ってことですよね。あ、ホーンテッドマンション。あ、でも僕はもう喋るのやめます。じゃあ私も直感で決めます。東京ディズニーランド第5位は、はい、ホーンテッドマンション。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。5位は東京ディズニーランド、人気アトラクション5位は、うん、違います。嘘、何ですか、5位。ファストパス導入アトラクションでした。ファストパス導入アトラクション。あ、なるほど、5位にファストパス導入アトラクション。まあでもホーンテッドマンションもファストパス導入アトラクションですけど。そうですよね。運営再開した時に乗りたいアトラクション5位は、ドゥルドゥ、プーさんのハニーハントでした。プーさんのハニーハント。プーさん意外、5位なんですね。多分他のアトラクションが乗りたいって気持ちと多分根強い人気で下がっちゃったのかな、多分。一番人気ですけどね、ランドの中では。で、そうですよね、やっぱハニーハントとモンスターズインクとかは。ハニーハントは3位以内に入るかなと思ったんですけど、意外だった。ってことは他のアトラクションが上位に来てるってことは、本当に今回のランキングは読むのが難しいと思います。いやー、マジか。じゃあ続きまして、東京ディズニーシーの今運営再開した時に乗りたいアトラクションランキング5位ですね。さあ、シェルさん、お答えください。
ディズニーシーはなんかもう人気のアトラクションがいっぱい詰まってる感じがするんですよ、イメージ的に。まあ、やっぱりディズニーもディズニーを感じられるアトラクションなのかなって。シーはどれも個性的で魅力ありますからね。そうなんですよ、だから選びにくいけど、トランジットスチーマーラインとか私は今回トップ5に入ってるんじゃないかなって思うんですけど。え、トランジットですか？って思って、僕ってトランジットスチーマーラインって結構マニアックな印象があって、はい、この辺好きだったアトラクション1位はソーリーだったんですよ。この前がトランジットスチーマーラインだったんですよ。ああ、おっしゃってましたね。だからそれをキャストさんとかに話すたびに、うん、なんでトランジットスチーマーラインですかってよく聞かれることはあります。景観がすごいいいので、やっぱそうですよね、乗りながら一周できるの、うん、僕はすごい好きです。やっぱりそうなると、うん、とやっぱ入ってるかもしれないですね、その根強い人気だったら。いや、うちもそう思うんですよ。あれに乗っちゃえばもうディズニーシー全部がとりあえず楽しめるっていうのもあると思うんですよね。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーですか？いや、マーメイドラグンシアターもありえる気がする。え、どうなの？ヨッシーはどうなの？第5位。2位に来るかと思ってた。あー、まあ直下だ。僕は思いはない。2位に来るかと思った。うん。これは俺も知ってるよ。ヨッシーも知ってるってことは、絶対にディズニーで、ディズニーシーで、あ、もう人気っていうか有名なアトラクションのはず。タワテラかセンターかレイジングだな、多分。決めました。ディズニーシー第5位はタワーオブテア。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。東京ディズニーシー今運営再開した時に乗りたいアトラクション第5位は、ミステリアスアイランドにあるファストパス導入のいつも大人気のアトラクションセンターオブジアースです。まさかの。そうですね、今回5位がランクルーさんのハニーハントで、シティも5位がセンターオブジアスでした。5位センターオブジアスってやばくないですか？でもヨッシーさんかなり大ヒントを与えてたような、ちょっと言い過ぎじゃないのかいって思いながら見ましたえ、そう、でもタワーオブテラーも人気ですからね。そうですよね、なんかセンター私トップ3に入るかと思ってました、ね、しかもやっぱりディズニーシーといえばね、もうあのドーンって降りた後の景色も綺麗ですし、意外やばいな、今回全然当てれないかもしれない、ちょっと頑張ろう。続きまして、はい、東京ディズニーランド運営再開したい時に乗りたいアトラクションランキング第4位です。4位、ランドの第4位ですね。4位か。KD さんは好きですか、第4位のアトラクション？僕すごい好きですよ。空いてたら乗りたくなります。あ、空いてたら4位は意外でした、結果的には。空いてたら乗る、意外だった。忘れてください。え、ヨッシーは第4位の感想？あ、納得って感じ一番むず俺知ってるよ。知ってるのね、ヨッシーが知ってて納得、うん、で KD さんも空いてたら乗りたいアトラクション。僕ちなみにヒントと思ってヒントじゃない時あるので気をつけてください。怖い。でもヨッシーが知ってるってことはきっと有名。もうなんか私もさっきからジャングルクルーズが頭から離れない。決めた、第4位いきます。いいんですか？はい。第4位はカリブの海賊。東京ディズニーランド第4位はカリブの海賊です。正解です。イエーイ、嬉しい。これ当てるとは思わなかったな、結構難しい問題って思ってたんですけど。いや、もうヨッシーが知ってて KD さんが空いてたら乗りたい、もう空いてたら乗りたいでちょっとカリブだなって思ったんですけど、僕はその空いてたらをちょっと惑わしで入れたんですよ。本当だったら人気アトラクションのモンスターズインクとかが空いてたらって意味で言ったんですけど、意外とそこが抜け穴だったか今回なんか自分のあれだな、失言だな。なんかそんなに混んでるイメージがない。そうですね、平日は基本的にやっぱ5分から10分が多くて、土日とか混んでる日でもう25分待ち。そうですよね、もう乗れる人数も多いんで、回転率も大変良くて、空いてたら乗りたいですね。確かに、あ、って言ってたほらほら、空いてたら東京ディズニーシー第4位のアトラクションランキングへ移ろうと思います。はい、ということで第4位はシェルさん、何か考えていらっしゃいますか？いや、5位にセンターオブジアスが来てしまったことによって
私の頭の中が今ぐちゃぐちゃになってしまってるんですけど、ベネチアンゴンドラもありえる気がするんですよね。まあ、あとはやっぱり、あ、やめとこ。何あまりヒントを与えすぎるのあれかなって思ったんだよ。その後のディズニーシーの4つの中にタワテラ、タワテラは入ると思うんですよ。インディも入ると思う。でも私4位タワテラかインディだと思うんですよ。確かにタワテラが他のランキングには入ってそうですよね。そうですよね。けど4位のカリブの海賊を見てたら、意外とファストパスじゃないアトラクションもランキングに入ってる可能性もありますよね。マジックランプシアターとか、あー、マジックランプシアターもあるじゃん。マーメイドラグンシアターもな。うちもアリエルのパートオブヨーワールドの曲が大好きなんですよ。マーメイドラグンシアターもやっぱりシンガーからは熱い人気があるんじゃないですか。私もそんな気がします。いや、ここはもう自分の好きなものにかけて。第4位、第4位マーメイドラグンシアター。第4位はロストリバーデルタにあるファストパス導入人気アトラクション、インディージョーンズでした。え、4位にインディージョーンズですか。はい、意外すぎる。インディージョーンズなんだ。第3位には入ってると思ったんですけど。ってことは分かんないですよね。この先にもしかしたらタオテラもないかもしれないですよね。確かにタオテラが上位にあるかもしれないし、やばいな。それではいよいよベスト3に入っていきます、はい、まず東京ディズニーランドですね。それでは東京ディズニーランド再開後に乗りたいアトラクションランキング第3位をお答えください。シェルさん、何か候補ありますか。ああ、はい、3位くればシェルさんの頭の中で今1位2位3位固まってんですか。固まってます。私が今このトップ3に入りそうなものが何個かあって、まずスプラッシュは絶対に入ってるんですよ、はい、もうかけます。ビッグサンダーも絶対入ってます。あ、ビッグサンダー。あとフィルハーマジック、フィルハーマジックうちめっちゃ好きなんですよ。それもやっぱりあの音楽がいっぱい聴けるから、ディズニーのテーマを巡れるって感じですね。作品をだから多分キャラクターと一緒に、うん、ディズニーロスの人は多分フィルハーマジック行ってディズニーに浸りたいんじゃないかなってすごい思うんですけど。スペースマウンテンは、いや、スペースマウンテンも悩んだんですけど、結構3大満点ですよ。いや、そんなこと言ったらなんかピーターパンも入ってきそうな気がしてきちゃった。あと俺バズも好きだけどな。ホンテッドとかもね結構人気そうな。そっかもうやだ2人ともどんどんごちゃごちゃになってくんだけど、まあ、ここは僕はもうノーヒントでいきましょうかね。3位は私的に直感で2位か3位にフィルハーマジックなんですよ。でもそれを3位にするか2位にするか決めた。第3位はミッキーのフィルハーマジック。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。第3位はジョモローランドにあるファストパス導入アトラクション。マジ？スペースマウンテン？スペースマウンテンではなく、ではなく通過して、通過してファンタジーランドにあるファストパス導入なしのディズニーのいろんな作品を巡れるミッキーのフィルハーマジック。イエーイ、嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。3大マウンテンに勝った。やっぱりミッキーのフィルハーマジックは、絶叫じゃないしみんな乗りやすいって感じがしますよね。でその3位もしかしたらその3大マウンテンでポンポンポンってなるかもしれなかったけど、なんか今までのランドとシーの5位からのランキングを見てた感じだと、いや多分それはないなって思って。僕も昔 YouTube でキャストさんにアンケート取った企画だったら堂々の第1位でした。そうなんだ。やっぱりあれですね、ディズニー好きな方はフィルハーマジックが好きっていうイメージですね。そうですね、熱強い人気だと思います。ファストパス導入なしだったら、うん、しかもね結構大人数入れるし1回に。そうですね、待ち時間も少ないってところも魅力的なところかもしれないですね。みんなで楽しめる。それでは続いて東京ディズニーシー運営再開後に乗りたいアトラクションランキング第3位をお答えください。第3位か、難しい。ディズニーシーだってまだ人気のアトラクションいっぱい残ってますもんね。あの今回のランドもシーもですけど、はい、第1位から第3位は納得がいくランキングになっております。納得が逆にこのアトラクション
っていうものも入ってたりしますね。5位じゃないんだみたいな、5位以下なんだっていうのが今回の集計が出ていますね。難しいな。ケイネさんの今回視聴者さんアンケート答えてくださった方って、はい、本当にもうディズニー大好き大好きって方が多いじゃないですか。はい。で私も全然まだあの皆さんに比べるとにわかなんですけど、もうディズニー大好きで本当に月に3回とかもう4回とか行くんですけど、好きなのが私シンドバッドなんですよ。あの曲、アラン・メンケンさんの作ったあのコンパス・オブ・ヨア・ハートが大好きで、なんか結局私なんか全部曲で言ってる気がするんですけど、シンドバッドは確かにあのディズニー好きの中ではかなり人気なアトラクションですよ。そうですね、やっぱりアラン・メンケンさんが曲だったり。そうですよね。だから意外なアトラクションも入ってるっていうのは多分私それだと思うんですよ。それが3位か2位か、トイマニがまだ来てないのもちょっとおかしいなと思いつつ、またタワテラーもそれこそ4位5位で漏れてますからね。そうなんですよ、タワテラーも来てないなって思いつつ、あとレイジングスピリッツとかもパスの上だったら、シーライダーとか、あーシーライダー、シーライダーもありえるな。それこそソアリンとか。もうソアリンは間違いないですね。もう決めてるんですね、自分の中でどこかで1位を。もう1位は決まってます、確実に1位は決まってます。僕トイストーリーバニア1回も乗ったことないんですよ。ないんですか。もう人気すぎて、あ、諦めてます。もうめっちゃ面白いですよね、あれ。手疲れるけど、手疲れるけど、一回乗ったらまた乗りたくなるってアトラクションです。ぜひぜひまた3人で撮影する機会があったら行きましょう。問いまに早起きして第3位をお答えください。もうかけます。第3位トイストーリーマニア、第3位はアメリカンウォーターフロントにある来たトイストーリーマニアではなく、同じアメリカンウォーターフロントにあるシリキュートゥンドゥのメガタワーオブテラーでした。あー惜しい。トイマニはまだ名前すら出てないですね、確かに。1位、2位かランク外か、あと1、2位はちょっといろいろとどうなのかなって思っちゃいますね、 C は。いやー難しいな。いやー難しいですね、楽しい楽しい、うん、ということで続いて東京ディズニーランド第2位へ。東京ディズニーランド運営再開後第2位は何だと思いますか、はい、え、どうですか、これは意外ですか、それともあーそうだよねって感じですか。いや、ノーヒントでいきます。ヨッシーは、あーノーヒントでな。もうでも結構絞られたんじゃないですか。結構絞られてます。ディズニーランドも1位は決まってるんですよ。ランドもシーも1位は決めてるんですよ。じゃあもう2位を候補何、今1位2位のジャングルクルーズ、蒸気船マーク・トウェイン号、クサンダー、イッツ・ア・スモール・ワールド、人気アトラクションの三大マウンテンの一つが来るのか、それとも再開後に真っ先に行きたいアトラクションだからディズニーを感じられるマーク・トウェイン号とかイッツ・ア・スモール・ワールドとかジャングルクルーズとかそういうのが来るのかっていうところでちょっと今悩んでる。難しいですよね、確かにフィルハーも入ってたり、それこそ5位がプーさんのハニーハントですからね、人気なのが5位って思うと、なんだろう、ファストパスじゃないアトラクションが入ってる可能性もなくはないってことですよね。いや、イッツ・ア・スモール・ワールドかビッグサンダー、俺バズ好きだけどな。バズ、クッシーさんがめっちゃバズ。どちらかというと多分男性層が人気かなっていうのがあるかも。うん、でもバズは2位じゃないと思う。決めました。決めました。はい。第2位、ビッグサンダーマウンテン。これからの季節を先取って相撲をやめてこっちにしたと。いやもうどっちもあるんですよ。けどもうどっちかにかけるしかないから、スモールワールドはディズニーが楽しめるけど、やっぱちょっと夏のはしゃぎたいってイメージがあるとビッグサンダーの方かなって思って。東京ディズニーランド第2位運営再開後乗りたいアトラクションは。ウエスタンランドにあるファストパス導入アトラクションビッグサンダーマウンテンでした。イエーイ、やっぱり嬉しい。確かにそうだね、今やっぱ夏だったらビッグサンダー乗りたくなるかな、風も気持ちいいし、日中かな乗るんだったら。大好きビッグサンダー、夜乗ってもいいですもんね、涼しい。綺麗ですよね、涼しいし。そうビッグサンダーの夜のあの
ちょっとオレンジっぽいライトアップがめちゃくちゃ好きなんですよ。ことは、イッツァスモールワールドも5位に入ってないんだ。もうだって1位しか残ってないもんな。チェルさんの1位はスモールワールドじゃないからこそってことなんですね。そうです。1位に入ってるかもよ。まさかのまさかの。それはそれですごいな、マジで。それではいきます。続いて東京ディズニーシーの人気アトラクション第2位です。いやー、どうだろう。ここまで続いてるのは全部ファストパス導入アトラクションですね。でも2位は本当に意外でした。意外ってことは、じゃあファストパスじゃないんだ、今の感じだと。まあ愛されてるなって思いました。愛されてる。これはむずいんじゃない。むずいですね、正直。 C にあるべきアトラクションでしたね。景観は、いや、 C にあるべきアトラクションでしたね。景観。いや、なんでもないです。わかんないですよ、シェルさん。僕の言葉もあまりまともに聞かない。え、ヨッシー的にはどう。知らなかったですね。知らなかった。え、知らなかったんですか。知らなかったです、これ。知らなかった。いや、でも、もう今のみんなに愛されてる意外なアトラクション、ヨッシーの知らなかったって言葉を信じてで、私的にもこれは多分上位に入ってるかなって。第2位、はい、心のコンパスに従います、シンドバッドストーリーブックボヤッジ。第2位は、正直僕は2位であることが嬉しかったです。本当に今回のランキングでは僕は漏れるかなって思ってました。第2位はアラビアンコーストにある、はい、ファストパス導入がないアトラクション。来た、シンドバッドです。イエーイ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。もうアラン・メンケンさん、シンドバッド大好きで、私からしたらめっちゃ嬉しいんですけど。でもすごいですね、2位に入ってるって。そう、意外だったなって思ったの。意外すぎる。6位から10位ぐらいにいそうなアトラクションだったので。え、確かに。わあ、すごい。やっぱりあれだ、なんか再開したら真っ先に行きたいアトラクションだから。もう多分みんなシンドバッド不足なんじゃないですか。アラン・メンケンさんの曲聞きたいのか。いや、ほんとに僕墓穴掘れましたよね、結構。ヨッシーの知らなかった。え、だってさ、違う、ヨッシーさ、え、ディズニーさ、何回ぐらい行くんだっけ、年に。 1,2 回が多いぐらい。 1,2 回が多いぐらいだから、なんかなんとなく私の想像なんですけど、年に 1,2 回来る方って、そこまでディズニー好きじゃなくて、まあ、例えば彼女の付き添いで行くよとか、そういう方ってやっぱりその有名どころしか乗らないと思うんですよ。で、この前ヨッシーとディズニー行った時にシンドバッド乗ったんですよ。回転に上回るかシンドバッドかなって、知らなかったって言ったんだったら、はい、思ったんですけど、やっぱりアラン・メンケンさんの曲にかけてシンドバッドかなって思った。やっぱりね、合ってた。続きまして、東京ディズニーランド運営再開後乗りたいアトラクションランキング第1位です。1位はチェルさんはもう決まってんですか。ランドもシーも決まってます。シーはまだ捨てるとして、おお。もうそれは何も文句なしで、理由はあるんですか。なんかそのアトラクションがやっぱ1位の、1位のアトラクションの理由は、再開後って、まあこの頭の中でいつ再開するんだろうなってこう漠然と考えた時に、やっぱり夏頃かなってイメージが出るんですよ。やっぱり普段そのアトラクションすごく人気だけど、夏になるともっと人気になる。で、みんなもそうですね、はしゃげて。第1位は文句なしでもう言いますね、スプラッシュマウンテン。いいですね。何、いい、 OK、 ファイナルアンサー。東京ディズニーランド運営再開後に乗りたいアトラクション第1位は、フリッターカントリーにあるファストパス導入アトラクション、はい、スプラッシュマウンテンでした。もうこれ堂々たる1位、スプラッシュマウンテン大好き。やっぱみんな夏でも、シルさんのすごい意見分かりますね。夏だから頭の中で浮かぶのはスプラッシュ乗りたいな。そうですよね、もう水っていうイメージというのと、やっぱり人気アトラクションというのもあるのか、今回は堂々の第1位でした。さすが。じゃあ続きまして、東京ディズニーシーの運営再開後乗りたいアトラクション第1位をご覧ください。よし、これはね、もうディズニー好きの皆さんはまだ乗り足りてないと思うんですよ。で、やっぱり今ね、こうやってなんかステイホーム習慣とかで、みんなこうやってお家にいる中で、そのアトラクションに乗れば、もう世界のいろんなところに行ける。ね、1位は絶対にこれです。俺も
だトイストーリーマニア乗り慣れてないよもうセルさんの眼中にトイマニないかもしれないです。変えるつもりはない。何言われても変えるつもりはない。はい、第1位はソアリンファンタスティックスフライト。第1位はメディテレーニアンハーバーにある去年オープンした人気アトラクションソアリンです。イエーイ、ソアリン、 I love ソアリン、大好き。やっぱりね、これはね絶対にブレない1位だと思ったんですよ。1位はもうブレてなかったですね、ランド編同様。うん、もうこれは絶対に1位だと思った。リピート率と終わった後みんな拍手したりするところがやっぱりあるので、初めて乗った人、もうこれは僕も今回自分も票入れさせていただいたんですけど、1位は1票はソアリンに出ました。10位から1位をランドとシーで発表していきますね。イエーイ、楽しみ。10位がウエスタンリバー鉄道、意外。9位がスターツアーズ、8位がバズライトイヤーアストロブラス、7位がホーンテッドマンション、6位がスペースマウンテン、東京ディズニーシーの人気アトラクション、10位がアクアトピア、9位がレイジングスピリッツ、8位がトランジットスチーマーライン、これも意外でした。僕は意外、意外ですね。で、7位がベネツアンゴンドラ、あーやっぱそうなんだ。で、6位がトイストーリーマニア、あー惜しいね。面白い結果、ランドが本当に10位から6位が意外でした。いや、ウエストンリバー鉄道がすごい、リバー鉄道も入ってたのびっくりしたし、トゥモローランドがすごい固まったなって思って。確かに意外だな。モンスターズインクがないです。モンスターズインクないのがびっくりだし、私の好きなジャングルクルーズがないのもびっくり。あ、そうだ、ジャングルクルーズも結構人気なんですけどね、いなかった。そうだから今回のランキングはC もなんですけど、あんまりこの実際のアトラクションの待ち時間とはあまり比例してないって感じがします。確かにそうかもしれないですね。なのでアクアトピアが10位なのが意外だった。いや、アクアトピアびっくりしました。タートルトークもラックが珍しい。タートルトークすごい混んでるイメージあるのに。混んでるので、多分YouTube の年齢層の関係か分かんないですけど、子供、小さいお子さんが YouTube のアカウント作れない影響もあるかもしれないです、うん、確かにね、大人の方がアンケート答えてくださってるからっていうのもありますよね、多分ね。そうですね、っていうのもあるし、あとはこの景観がやっぱ強いかなって C は見てて、やっぱりね、タオテラもだし、うん、シェルターもだし、やっぱりだからエレクトリックレールウェイが入ってないんです、うん、あとやっぱ確かにシェルさんの好きなマーウェイドラグンシアターやスモールワールドもランク外という結果になりました。面白いな、めちゃくちゃ。なんかやっぱりあれですよね、なんか普段のディズニーが通常運営してる時のきっとアトラクション、はい、乗りたいアトラクションのトップ10と、はい、今のこういう特殊な状況でのアトラクション乗りたいランキングトップ10って全然違いますよね。多分全然違うし、やっぱり集計と視聴者参加企画なので、こういう面白いランキングができるんだなっていうのが改めて今日楽しかったなって思いました。いや本当になんかこの視聴者さんの参加型もすごい面白いですね。面白いですね。ぜひまた今度 KD チャンネルでもやりたいなと思いました。ぜひやりましょう。多分 KD さんはもうディズニーに詳しすぎるので、多分パークフードランキングとかやったら面白そう。いいですね、パークフードと、あとなんかでもパークフードがいいかな。パークフードいいですね、確かに、うん、パークフードのトップ5とかめっちゃ難しそう。これ当てれたらすごいですよ。レギュラー商品のみでお答えください、ね、うん、行きたいですね。面白そう、やりましょうよ。ぜひぜひまたあの企画、視聴者参加企画あれば私逆の立場になりますので、全然やりましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。そして KD さんの、視聴者様の方でアンケートに答えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。KD さんも本当にありがとうございました。こちらこそ今日楽しかったです。またこちらこそです。緊急事態宣言終わって、またね、剣またぎとかができるようになりましたら、ぜひまたパークも開いたらですけど、よかったら一緒にランドのフォトスポットですけど撮りましょう、しましょう、撮りましょう、はい、ということで今日ありがとうございました。ありがとうございました。ケイリーさん、ありがとうございます。バイバーイ、はい、ありがとうございます。